ファリン！ったく、お約束すぎんだよ。タイネーブさん、ファリンさん、今助けます。皆さん、なんで来たんですか？今助けますから。逃げてください、待ち伏せが。そうです、柱の影に何人か隠れてますよ。マジだ。大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫です、ちょびっと痛いですけど。すみません、私たちのためにこんな危険な場所まで。申し訳ないです。いいよ、それに礼なら彼らに言うんでね。気にすんな、大したことじゃねえ。そうですよ、それより急いでここを脱出しましょう。そうだな、用は済んだんだ。こんな神器くせえ場所、さっさとおさらばしようぜ。ん？そうもいかないみたいだね。だな、首の後ろが殺気でチリチリしやがる。お前たちがアーリグリフに落ちた謎の物体に乗っていたというやつだ。だったらどうだってんだ。おとなしく投降することだ。そうすれば命までは取らない。お前は何者だ。私はシェルビー、漆黒の副団長。あの男もすぐに肩書きは団長に変わるだろう。私の管轄下に入ってきた己の不運を呪うがいい。ここまでシェルビーが相手だとはね。強いの？ああ、彼は漆黒のナンバー2さ。伊達に留守番使っちゃいないよ。確かにな、ただの留守番にしちゃ構えに隙がねえ。他の奴らとは団地の腕だろう。無論生かしておいてやるのは男二人だ。そんなことさせるものか。勝負は見えている。無駄なあがきはやめることだ。無駄かどうかはやってみなきゃわかんねえだろうが。だいたいてめえに俺がやれんのかよ。その言葉そっくりお返しさせてもらう。上等。タイネーブ、ファリン、あんたたちは下がってな。来るぞ。俺には勝てねえ。この剣は試してみよう。フラッシュチャリオット、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 ライトニングフラッシュ、リクリフリエーコアレ。過信は己を滅ぼす。覚えてきな。口ほどにもね。まったくだ。ここだ。何？裏でいろいろやっているかと思えば、こういうことだ。くだらん。大体いつも生きがっているくせに、お前たち程度の輩を倒せんとはな。所詮クソ虫はクソ虫だ。その左手のガントリット、お前、まさかアルベルノックスかい？ほう、俺を知っているのか。奴は一体何者なんです？刀を使わせたら、アーリグリフの随一の騎士、通称いがみのある、漆黒騎士団の団長さ。ふっ、透かしてんじゃねえぞてめえ、ぶっ飛ばすぞこれ。
できもしないことを口にするな。なかなか潜在能力は高そうだが、まだまだ甘い。なんだと？疲れ切ったお前らなら俺の敵じゃないんだよ、アホ。俺は結果の見えた勝負はしない趣味だ。ボックスと違って弱者をいたぶる趣味だ。弱者だ。二度も言わすな、アホ。さっさと国へ帰れ。こんな野郎。見逃してくれるというのか。随分と余裕見せてくれるじゃないか。勘違いするな。お前たち程度相手にするのも面倒なはずだ。もともと人質などというせこい真似が性に合わない。現にやってるじゃないか。それはそこのクソ虫どもが勝手にやったことだ。俺は知らん。大体お前らに逃げられたのはそいつの手間だ。俺が尻拭いをしてやるって意味だ。お前の部下だろ。部下の尻拭いは上司の務めじゃないのか。アホ、そんなこと俺の知ったことか。さっさと行け。出ないとマジで殺すぞ。ふざけやがって。情けをかけたつもりかよ。でも正直助かったよ。今の状態で奴とやるのはあまりにも無謀だからね。早くクレアさんに無事な姿を見せてあげよう。ああ、そうだね。この剣の切れ味試してみよう。面白いじゃないか。噂の山賊団のアジトかな。もしかしたらアミーナが捕まってるかも。その可能性は否定できねえな。そうだね。調べてみるかい。ああ。なら私はこの周りを調べてこよう。
あんたたちは中を頼むよ。ちゃんたち誰？アミーナじゃないな。なんだこのちびっこいのは。大方山賊に捕まってる男の子ってとこじゃないかな。大丈夫、僕たちは怪しいものじゃない。なら助けてちょうだい。僕をここから出してよ。どうしたんだい？なんでそんなところに入れられてるの？僕何も悪いことしてないのに。そうなの？他には人はいないのかい？いないよ。それじゃあ女の子を見なかった？アミーナって言うんだけどさ。ムカ、そんなことどうでもいいじゃんか、バカ人。さっさと出してくれりゃいいんだよ。おやおや、そっちが本性だな。猫かぶってやがったらしい。しくじった。つい。そうみたいだね。ああ、もうやめたやめた。早く出してくれよ、兄ちゃんたち。ほらほら。君は一体誰なんだい？オイラ？オイラはロジャー。ロジャー様だ。団長なんだぞ。偉いんだぞ。そんなこと聞いてるわけじゃねえんだがな。うるさいな、デカブツ。だいたい人が助けを求めてんだから、普通はさっさと出してくれるもんじゃないのかよ。義理人情ってやつ大事なんだぞ。父ちゃんも言ってたんだ。なら間違いないじゃん。兄ちゃんたちそんなことも知らないのかよ。こいつどうしたんだい？二人とも何があったのさ。それがん、麗しい声が聞こえたぞ。中に誰かいるのかい？おお、メラ麗しいお姉様、このかわいそうなオイラをここから出してくださりませ。なんだいこの子、山賊の仲間か？それは大いなる誤解ですよお姉様。実はオイラはアミーナはここにはいないみたいだ。他の場所へ行こう。そうだな、こいつに構ってんのも面倒だしな。同感だね。ああ、そんなひどいじゃんか。助けてくれって。なんだお前たちは。おや、バカ人どもが帰ってきたな。今からオイラの子分たちがお前たちをケチョンケチョンにしてやるからな。覚悟しろよ。なんだと？なあ、子分ってもしかしてよ。ああ、僕たちのことかな。多分そうだろうね。くさ！今さら土下座しても遅いぜ。絶対勘弁してやらないもんな。やっちゃえ、お前たち。俺には勝てねえよ。仕方ないね。アレント泣きくれ。いや、ふがし。アクロバブローガス。すごくや、落ちな。アレント泣きくれ。えい。過信は己を滅ぼす。覚えときな。なんだこいつ尻尾が生えてんぞ。バカにすんなよバカ人が。オイラの尻尾は仲間内でも最高の肌触りだって言われてんだぞ。サンマイト共和国の魔人だね。メノリクスとか。そうだよお姉様。サンマイト共和国、
シーハーツの北西の大地にあるアジンの国さ。ペターニでも多くのアジンを見かけたと思うけど、ほとんどがサンマイト出身の者たちのよう。へえ。でもメノディクス族がこんなところにいるのは珍しいね。めったに下に降りてこない種族として有名なのにさ。それにはいろいろと事情があるですよ、お姉様。事情ね。おまけに、なんで山賊なんかに捕まってるんだ。それは秘密じゃん。男には恋人にも言えないことがあるんだ。あ、秘密じゃねえだろ。助けてもらっておいてよ。ほんと変なやつだね。まあ別に私は聞きたくないからいいけどさ。え興味ないからね。お姉様にはぜひ聞いてもらいたいな、なんてな。こいつマジでぶっ飛ばす。ね、どういうわけで捕まってたんだ。男勝負だよ。男勝負。ああそうさ、サーフェリオにはオイラの軍団と対立する軍団があるんだけど、そこのリーダーと男勝負することになったんだ。勝負ね。一体何で勝負するのさ。度胸試し。ダグラスの森でブイブイ言わせてる山賊団月影のアジトに忍び込んでお宝をゲットしてくるっていう、とても度胸がいる勝負だね。まさに男の勝負ってやつじゃんか。なるほど。で、失敗して捕まったわけだ。言うな、バカチンガ。君が捕まってた理由は分かったよ。それじゃあ気をつけて帰りなよ。僕たちはもう行くから。兄ちゃんたちは何しに来たんだよ。山賊退治ってわけではなさそうじゃんか。人を探してるのさ。人探し？女か？え、うん。なるほどな。よし、じゃあオイラも手伝ってやるじゃんよ。あ？手伝ってやるって言ってるんだよ、カブツ。兄ちゃんたちよりオイラの方がこの森には詳しいからな。気持ちはありがたいけど。何？このロジャー様が手伝ってやるって言ってんだぞ。それを断ろうってのかよ。なんか裏がありそうなんだよな、お前。本当に手伝おうってのか。ドキ。ドキじゃねえだろ。正直に話してみな。どういうつもりなの。あ、お姉さんは、それはですね、その…怒らないからさ。実はさ、まだ男勝負の目的のお宝をゲットしてないんだよね、オイラ。お宝？そうだよ、バカチン。金の彫像なんだけど。ならさっさとゲットしちまえよ。できるならしてるっての。その彫像は山賊の親玉が持ってんだ。その上、そいつはこの森のどこかにいるってことしかわかんねえ。なるほど。つまり俺たちにくっついてって、あわよくばお宝をゲットしようって寸法か。まあ、ありげに言えばそうなるかな。まあいいじゃないか。確かに手伝ってもらった方がいいかもしれない。お前正気か。アミーナが森で倒れてから結構な時間が経ってる。つまり一刻も早く彼女を見つけ町に連れ帰る必要があるわけで、この坊やがこの辺りに詳しいって言うのに一緒に来てもらった方がいいんじゃないかと思ってるわけさ。まあそうだろうな。だろ、だろ。だそうだ。どうする。そうだね。ロジャーって言ったっけ。手伝ってもらえるかな。助けてもらった恩もあるしな。任せとけよ。だが男勝負とやらはいいのか。まだ終わってねえんだろ。おやおや、すっかり忘れてたって顔だね。ま、大丈夫じゃねえの。兄ちゃんたちはこの森の中で人探すんだろ。だったらオイラの探してるやつと出くわす可能性も高いじゃんか。オイラはその姉ちゃんを探すのを手伝う。兄ちゃんたちはもしオイラの探してる山賊の親分と出くわしたら一緒に倒す。それで全てが丸く収まるってもんじゃんか。オッケー、じゃあ急ごう。おう。
これには勝てねえ。仕方ないね。相手してやるとしようか。行くよ。もう少し歯ごたえがあると思ったんだけどね。この剣の切れ味、試してみよう。面白いじゃん。黒曜剣。家臣は己を滅ぼす。覚えときな。